おはようございます。どうもです。3月も下旬ということで、去年もやりました。そして今年もやっていこうと思います。バトン企画。去年やったってな、プレゼント。そうだ、今年もこのバトンね、タスキをつないで、しっかりプラス収支を叩き出して、視聴者さんにプレゼント企画をやろうと。そう、俺食わない方がいいやつじゃない。いや、最近でもやれたやろ。こういう時にしか発揮するの俺。まあね、いつもほらバトン企画って言ったら順番決まっとったよね。まあまあこの並びよね。そうそうそう。今年もパーカーか T シャツでやっていきますか。でも需要ない可能性ない。いやだって俺の本当知らん人別にいらんしとかなるけ。確かに。まあ一番需要あったら天ギフよね、多分。天ギフいいね。じゃあ買った金額のアマゾンギフト券を金額に応じてね、プレゼントっていう形で、はい、負けたらどうするんですか。え、負けたら負けた分だけの金額を視聴者プレゼントだよ。え、完全自腹やん。じゃあそれ完全自腹よ。負けた上に自腹や。例えば5万買ったらその5万円分を視聴者さんにプレゼントするわけ。でも5万負けたら5万円分の視聴者さんにプレゼントになるわけだ。まあ言うたら俺らのマイナスが2倍になる。そういうこと、そういうことだけ。自腹出したくなかったら勝つしかないよ。もう買ったとこでやめんばだいじゃん。だけどクロちゃんいっぱい視聴者さんにプレゼントしたいならその軍資金持ってユニコーン1000円13しか回らんユニコーンに売って50連ぐらい足せればよかった。あ、全然ありっすね。ヒーローになるよ、それじゃやりますね。ということでバトン想定。いや、俺やもんな。そろそろ式や。俺やもんな、いつも最初は。お、結構入ってるか。いや、まあ最低限じゃね。まあ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 俺からしてもよかった。いや、やば。危ない。俺がきついですね。はい、じゃあとりあえず頑張りますわ。少しもプラスにして、はい、徐々に渡す。稼働スタイルは、おのおのにお任せします。はい。いつも見てくださってるね、視聴者さんのためにやっていってください。プレゼント企画、実践スタートです。頑張ります。行ってらっしゃい。行ってきます。おはようございます。イエトです。さあ、第一走者、私、ユートということで、稼働していくんですけども、まあ、どうせならね、プラスになったお金で皆さんにプレゼントしたいなと。いったところで、まあ、やっぱり今日1日単位での価値を求めるんであればハイエナーで確実な期待値を追っていく、まあ、勝率がいいやつ打っていくのが一番いいんだろうけれども、軍資金が5万円、まあ、5万円の中で何ができるかいろいろ考えたんですよ。設定狙いしていこうと。設定狙いしていこうと。というのも、俺個人が、もう最近ね、設定狙いしかやってないんですよ。なんで、設定狙いします。負けたらもう、ほぼほぼ、焦げる金額っすね。5万円っていうのは。まあ、そうならないように立ち回っていかないといけないと。で、今日、お邪魔するホールさんが、並びの公約があるんですよね。三大並びの公約が、4箇所ですかね。あるんで、まあ、それを狙っていこうかなと。あくまでも自分の予想なんですけど、まず同一機種の中に3台並びがある。あと、またぎで3台、バラエティに3台並びという予想です。なんで、そこを狙っていくと。今からホールに行って抽選を受けていきたいと思います。じゃあ、行ってきます。
はい、時刻は12時ですね。班長、おそらくありません。見切りは早かったですけど、まあ、3台のトータルで見た感じ、さすがに5、6ないやろと。通常。がっつりハマって、皆さん、さすがにねえだろと。JAT に入ったのが1台だけ。やめました。で、多分、そこが仮に当たりだったとすれば戻ってこれるんで。現状が、投資が300枚で回収が46枚と。5000円ぐらいのマイナスですかね。まあ、ちょっとね、周りの状況が見えるまで、しばらく検証かなと思います。今日設定狙いするって言ったんで、入らせないっす。設定狙いだけで勝ちます。確信持って突っ込めそうなとこがあれば突っ込んでいこうかなと思います。はい、ちょっとコンビニ行って腹ごしらえして、ボールの様子見て、そこから、まあリスタートかな、ということで、頑張ります。Yeah.
騒がしい割には大したことねえね。おお、なんやこれ。じゃんじゃんバリバリ、じゃんじゃんバリバリ。はい、時刻は18時ですね。あれからね、ダンマチを打ち続けてるんですけど、そこそこ手応えあるぞ、これは。並びでね、角から、シンフォ、窓巻反逆、窓巻前後編で、俺が打ち寄る、ダンマチってあるんやけど、シンフォがね、もう完全にシンドル。打ち寄ったお客さんやめてったけん。まあ、俺のダンマチで間違いないんじゃないかなと。三大並びはバラエティの。現状ね、投資がね、800枚ぐらい。持ちコインが、1700枚から1800枚ぐらいあるんよ。ざっくりプラス1000枚ぐらいは、今のところあります。このまま何も打てんやったらどうしようとか思ったけど、大きなこと言ったけんさ、もう俺設定でなしかせんぞみたいなでかいこと言ってしまったけん、やばかなって思ったけど、なんとか勝負はできとるかなと。まあ今からね、ちょっとまだ閉店前まで回していこうかなと思ったけど、まあ、ほぼほぼ間違いないけん、もうこのまま突っ張るつもりで打っていこうかと思います。はい。まああとはどれだけ出せるか。で、俺この台打ったことないけんが、ポテンシャルがね、いまいちわからん。まあ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 。高設定にはね、たどり着いとるけん、確定出すなり、出玉を大きく出すなりして、時間いっぱい、稼働していこうかなと思います。ということで、残り時間ね、ちょっと分回していきますんで、こう、ご期待と、いってきます。実戦終了。お疲れでした。外が風が強くて音声がね入りにくそうだったんで、もう先に帰ってきました。肝心の結果いきます。まず朝一ね、番長ゼロ、まあ早見切りしたんですけども、あれ結果としてはなかったです。でその後ダンマチバラエティの三大並び、結果としてはまあ確定とかは見れてないですけど、まあ5、6、なんなら6あってもおかしくなかったんじゃないかなと。で最終的に、投資が800枚、番長と合わせて800枚で、回収が2004枚、プラスの1204枚となりました。第一走者目としての仕事はしたんじゃないかなと。ということで、まあ約2万1800円プラスだったんで、
このバトンボールで、もしよっしゃなっとってんね。はい、この中に1,2,3,4,5,6,7万7万1000円で、まあ小銭が800円、小銭が800円ですね。でこの7万1800円をクロちゃんに明日渡そうかなと思ってます。今回は第一走者ユートがプレゼント企画やっていきました。ということで明日クロちゃんにバトンを渡しに行ってきます。ありがとうございました。昨日稼働して俺はプラスになったけん、ちょっとねクロちゃんを呼び出しとるけん、クロちゃんにバトンを渡していこうかなと思います。よし、お疲れ様でーす。呼び出した時点で分かっとると思うけど、しっかり稼働してきました。中身の確認をお願いします。はい、もともと5万円スタートですけどね。そうね。いや、ん？あれ？結構分厚かったね。とりあえず千円札が1枚、うん、1,2,3,4,5,6,7万。はい、私ユートはですね21,800円のプラスでした。おー、いいやないですか。いや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 、持っていったらダメだから。え、じゃあ今合計で71,800円。うん、次自分が第2走者、これで稼働の方を頑張ってきて、とりあえず減らさないように。そう、頑張りたい。減らさんやったらなんとかなる。そうっすよね。銀行はダメよ。まあ自分も何かしらこれで稼働しようかなと思います。よろしくお願いします。はい、頑張って増やします。じゃあ帰ります。お疲れした。お疲れ様です。俺の役目終わったけん帰ろ。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。ゆうとさんから渡ってきたこちらのバトンでプレゼント企画やっていきたいと思います。ゆうとさんが21,800円プラスにしてくれたってことで、最初の金額から合わせて合計で71,800円あります。自分も今日稼働していきたいと思うんですけど、自分は今日設定狙いじゃなくて替え名をしようかなと思ってます。今回関してはがっつりプラスにするっていうより負けを少なくするっていうのが自分の目的なんで、まあ、リスクをそこまで背負わない替え名の方にしようかなと思ってます。プラス2万くらいかな、そんくらいにできれば上等かなと思ってます。なんとかプラスを目指して頑張っていきたいと思ってます。朝から夜までしっかり、まあ、1日付けやってカツさんの方に渡したいと思ってます。自分は負けないように頑張りたいと思います。第2走者目、クロちゃん、やっていきたいと思います。いきます。はい、ということで、今日の早なんですけど、今日が一応平日なんですよね。朝からリセット狙いとかそういうのができなくて、朝から期待値があるみたい。そういうのは、あまりリセットはかけないっていう感じなんですかね。まあ、拾えるかは正直運次第っていうのもあるんですけど、まあそこは、もう自分がしっかり歩いて、やっていこうかなと思います。一応近くに3店舗くらいあるんで、まあ、そこをある程度巡っていくっていう感じで今日は稼働したいと思ってます。はい、ということで今現在時刻が13時過ぎくらいですかね。朝からがっつりハイナじゃなくて11時くらいにホールに来て、まあ打ったのが結局番長ゼロのモードだけですね、今のところ。最近主軸にしてるのが束ねりの短縮ですね。まあリセットにしろビバゴにしろ単発後にしろ、まあ、大体300くらいからとかも自分は全然狙ったりしますね。ただビバ決戦後が冷遇されてるっていう話が結構あるんで、少しボーダー高めて、まあ、束ねりはよく狙ってます。もう一つはバルブレイブのミミズモードですね。バルブレイブのミミズモードは大きいお店とかは自分はミミズモードを結構狙ったりしますね。ただ今日来てるところはあまりスマスロとかはがっつり動かないんで、まあ、とりあえず少し剣しながらやっていこうかなと思います。行きます。これがお前らを助けてやる。
今現在時刻が16時過ぎ、今さっきカバネリの短縮の方を打ってきました。その前に別店舗の撮影できないホールでとあるの770にする打ってきました。なんならそっちを動画にしたかった。いやまあ撮れないのはもうこればっかりしょうがないんで、もうおそらくカバネリだけやと思うんですけど、まあそれはすいませんそれで今現在収支がプラス20枚くらいですかね。ちょっと話変わるんですけど、結構カバネリの方早なさせてもらってるんですけど、カバネリがこのホールおそらく設定2ベースなんですよね。だから少し自分的にはボーダー上げて、まあ、カバネリとかよく打ってますね。でメインところが動き始めてるっていうのが、まあ、カバネリ、オニムシャ、モーハン、あとバルブレイブも動き出してるんで、まあ、そこら辺積極的に打てればなと思ってます。まあ本当はねバルブレイブとかね打って一撃パーンとかしたいんですけど、なかなか落ちんけんか。まあ俺の今日の最終手段はこっちです。いやさすがにそれはやばいな、やめとこう。うん、もう普通に入らします今日は。まあ自分はなるべくマイナスにならないように頑張ろうかなと思います。いってきます。はい、お疲れ様です。現在時刻が8時過ぎということで、まあなかなか機種が拾えなくなりましたね。もうやっぱり平日っていうことでお客さんの引きも早いんですよね、めちゃくちゃ。だいたい6時7時くらいにはもうお客さん
ほとんどいなくなりましたね。まあ、バラエティの方とかももう全然稼働なくて、やっぱ狙えるのはメインどころの方かなと、まあ、とりあえずひたすら剣をしようかなと思ってます。ここまで来たら拾えるかどうかは運なんで、歩いて歩いてやりたいと思います。頑張っていきたいと思います。でした。今回の方を終了したいと思います。合計収支の方がプラスの724枚です。まあ、ギリ妥協点じゃないかなって思ってます。マイナスじゃなかっただけマシマジで。ということで合計バトンの中身が 85,700 回入っております。ということで、次回はカッサン、大輝さん、この2人あと残り金額どこまでプラスにできるかっていうところですね。まあ、今回は自分の肩はここで終わりたいと思います。それではお疲れ様でした。バイバイ。